できることならもうずっとやりたいっていうぐらいも楽しい。一時あったんですよ、やっぱりお金の問題っていうのはありました。あ、年功序列ですか。まあ、うん、まあそれは厳しいとは思います。さあ、では始まりました、もちよチャンネル。さあ、今回はですね、さよなら河合塾と題しまして、まあさよなら投資に続く第2弾みたいな形になるんですが、そうですね、こういうことなんで発表したいと思います。多分河合塾関係者の方々今見てびっくりしてると思いますが、大丈夫です。投資の時のようにはなりませんので安心してください。あのね、投資の時には恨みってついてたと思いますが、ついてませんので題名にも安心してください。まあちょっとね、インタビュー形式でやっていきたいと思います。なぜ辞めるんですか？そうですね、多分ね、いろんな人がいろんなこと思うと思うんですけど、やっぱりあまりね、お金が良くなかったんじゃないかとかね、思う人もいるかもしれないんですけど、そういうわけじゃないですね。昔はね、あったんですよ、やっぱりお金の問題っていうのはありました。まあ、会食っていうのはシステム的に朝と夜なんで、英語の授業っていうのはですね、夜ゼミとか済んだみたいにこう積んでもらえないっていうのがあったんで、そこはありましたけど、まあこれしょうがないですよね、システム的にね。で、夜の授業とかあると、まあ投資にいた頃なんかは、投資の公開授業を断んなきゃいけないとか、講習がある時に高校派遣ですねの仕事とかを断らなきゃいけないっていうのがあって、 もっともらえるわけですよ、全然。で、そういう仕事を断らなきゃいけないっていうので不満を言ったことはあります。初年度からなんで、一番下から入っていく感じなんですよ。で、横からこう引き抜き的に入ってきた人たちの方がずっと高いっていうのはまあありました。でも去年とかかな、いいですって僕は言ってたんですよ。もうお金の面はそんなに気にしてないですよ。楽しいと、もうとにかく教えるのが楽しいし、趣味なんで、できることならもうずっとやりたいっていうぐらいもう楽しい。一時期、ね、本たくさん書いてた時なんかはもう授業して楽しい、すごい楽しい、家帰ったら仕事が待ってるっていう気分で生活してた時もありましたから、ありがたかったんですけど、時間ですね、簡単に言うと。何が時間かっていうと、まあ、いわゆるその授業があるから撮影に参加できないとか、そういったことがやっぱり起こってきてしまっているので、まあ、あと他にも、例えば UFES っていう、まあ、YouTube ですごい大きなイベントがあるんですけど、まあ、教育系 YouTuber とか、いろんな YouTuber の講習で僕 YouTube の公式のイベントに参加したりしてたんで、観客に行けるっていう時があったんですね。招待されて。でもそれもやっぱ授業で行けなかったとかっていうのが出てきてしまってた。まあ、TWICE のコンサートに行けなかったりね。そんなこともあったりして、やっぱどうしてもそう休めないんで、それいいことだと思うんですよ。休めてしまうっていうのはよろしくないじゃないですか。やっぱりね、代行の先生すぐお願いしますみたいなね、ことにはいかないと思うんで、やっぱりちゃんとね、それぞれのね、生徒のこう成長を見守っていく立場でありますから、それいいことなんで。だからいろんな撮影とかに参加したりとか、イベントごとに参加したりすると、それができなくなってしまうっていうのがあるので、まあどちらかしか選べない。もう本当に予備校で授業するのか、YouTube だったりとか、そういうメディアの方を優先するのかっていう風になって、で、まあ、そっちを優先する風にこれからはなってくっていう感じですね。お金はどうだったんですか？お金知りたがりますね。そんなに給料気になりますか？いや、だから僕はそんなにもらってないですよ、本当に。一番下の給料からなんで、年々で、こういう上がりだったら、20年とか経ったとしても、今のやっぱ一番もらってる人たちよりもらえないっていう感じじゃないですか。やっぱり予備校業界ってこう横にね、引き抜かれて、っていうのはありますよね、給料が高くなっていくのは。でももう今引き抜きとかの時代でもないので、掛け持ちしてますからね、そもそもね、大手の人たちもね、本当に普通のサラリーマンの方がもらうようなものじゃないですかね、多分その年収的には。その授業をした分だけなんで、まあ週2日、また週2日でね、それだけいただけるっていうのはありがたいですよ、本当に。そう、もう感謝しかないですから。しかもだって趣味ですから、楽しんで金までいただけるなんて本当にありがたいしか言わないです。年功序列は厳しいんですか？あ、年功序列ですか。まあ、うん、まあそれは厳しいとは思いますね。やっぱりこの業界ってそういうとこなんで、意外とですね、やっぱりコマとかも上の人たちから埋まっていくっていうのは、まあそれはそうでしょうって感じじゃないですか。だって変わんない方がいいじゃないですか、どう考えたって。同じ人が担当してもらえるんだったら、いちいちね、変換しなくていいですし、ね、その方が手間も省けるし、いや、それはまあしょうがないといえばしょうがないと思いますね。どこの校舎に行っていたんですか？
まあいろんな、はい、校舎行っていろんな授業をさせてもらいましたよ。最初の頃はただまあ受けてたんですけど、あとあとはこの授業やりたいですとか言ってたらやらせてくれたんで、希望も聞いてくれましたから、その辺は別の働いてたとこよりも非常にありがたかったんじゃないですかね。ただまあ増えていくとかはないんで、基本的には、まあ、先生いっぱいいますからね。一つ新しいとこでやれば前のとこがなくなるみたいな感じでやってましたね。だ週5働いてた時もありましたけど、どん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 減らしてった感じですね。で最初は千葉高2ワンウェックスっていう高校2年生の一番上のクラスでしたね。なんか東大とか目指す人たちでこんな難しいことやるんだなっていうふうに思いましたね。自分が浪人の時やってたことよりも難しいことを高校2年生に教えてたんで、うわすげえなと思いましたね。南浦和校でトップレベル国公立大学でしたっけ、はい、やってましたね。あれはすごく良かったですよ。添削するっていう作業があったんで、和訳とかね、英作文添削してて、やっぱあの添削があったから学べたことっていうのはすごく多いと思いますし、今でもすごいいい経験だったなと思いますね。町田の医学部コースの英文法とかね、まあ、唯一下のレベルで教えたのはここだけですけど、すごく盛り上がりましたしね。あれはやってて楽しかったですよね。まあ、町田をいじったりして。で、あと津田沼だったら、浪人生の英文読解で総計大になるのかな？後期変わるんですよね、名前が。とか、池袋英文解釈やってましたね。あれも理系の国立系のクラスですね。あれも楽しかったですね。まあ、初めてなんかたくさん人がいるっていうのを経験したんで、横浜では医学部クラスの英作文ですね。みんなのこう添削してやったりとか、あとまあ今でもやってる EX っていう一番上のクラス、本当にすごいですね。やっぱ一番上のクラスはだから全部英語で授業やるんですけど、やっぱレベルがめちゃくちゃ高い。で本郷で、まあ、長文読解か。長文読解と東大英語で英語表現もやりましたね。麹町で総計大で、今の秋葉原が総計大と EX って感じかな。あと浪人生のトップレベル次第英語、一応一周全部やった。英文法の範囲はやってないのかですけど、浪人生のやつはまあ全部やったって感じですね。で毎年一個ずつ減らしてったんですよ、校舎を。その秋葉原のね近くに住んでたんで秋葉原だけにしたっていう感じです。秋葉原に歩いて行ってて、で他の校舎行ってるとこ全部本郷、大地、津田沼、千葉、横浜、南浦、全部一本で行ける位置に住んだんで、あれは良かったですけど、まあ今はもう、秋葉原だけなんでそんな気にしなくていいって感じですね。まあそこで減らしていって、当時の公開授業出れるようにとか、まあいろんなね、イベントごとに出れるようにってやったんですけど、やっぱそれでも被ってしまうっていうのがあるんで、まあ仕方ないかなっていう感じですね。でまあ今年1年まだね、ありますからやれるので、直前交渉やらないかもしれないです。もし直前交渉やらないとなったら、今度本当に12月まで。っていう形になりますね。教えてみたい予備校はありますか？教えてみたい予備校ですか、まあ予備校講師として一応引退を考えてますけど、まあ、映像の話はいろいろいただいてます。ここで映像授業やってくれませんかとかっていうのがあったりとか、あとはスポットですね。夏だけやってくれませんかとか、冬だけやってくれませんかとか、映像でちょっと出てくれませんかみたいなのはいただいてます。はい。でそれは全然ある意味インフルエンサーとしてやる感じなんでいいかなと思ってますね。まあいろいろオファー本当に来てるんで、予備校講師って形では引退しててもその映像としては残ってるっていう感じですね。ああ、ただね、北九州予備校は一回教えてみたいと思ってます。まあ、それなんかね、関係者の方、本当なんか講習一週間だけとかでも読んでいただければいいんですけど、まあ別に1年間ぐらいだったら飛行機頑張っていくかもしれないですけど、それはね、一回、なんか昔の予備校を味わえるって結構いろんな先生に言われたんで、じゃあちょっと一回見てみたいなっていうのはすごくありますね。YouTuber 一本でやっていくってことはないと思うんですけど、まあいろんな仕事はいただいているので、もちろんね、そう不安はあるんですけど、まあやっていこうかなって思ってますね。まあ、武田塾自体は続けていきますし、別に武田塾と河合塾の中もめ事とかそういうことは全く関係ありません。全然関係ないんで、いろんな、まあ、YouTuber の人たちと会える機会だったりとか、そのイベントだったりっていうのにちょっと参加できなかったりとかっていうのが結構あったんで、まあ、決断ですね。まあ、あとは早いうちにまあ一応言っておいた方がいいと思ったんで、そのあ最後だったらちょっと授業受けに行こうかなとかって思ってくれる人いるじゃないですか。そういう人たちもちょっとね集められるより、まあなんというか恩返し的なものができればいいんじゃないかなと思って早めに行った方がいいかな。これ実はいろいろ何回も悩んだんですよ。これだから一回お蔵入りにしてるんですよ、撮ってるんですけど。さよなら可愛い塾、実はこれ撮るの2回目なんですけど、後々言った方がいいかなとも思ったんですけど、やっぱそのだから最後だったら受けに行くみたいな人がいると思うんで、別にそれによって僕にお金が変わるとかそういうのがあるわけではない
ですからね。そうじゃなくて河合塾に恩返しって形でできればいいんじゃないかなと思って、まあ言っておいた方がいいかなと思いました。また本当に移住ですね、ちょっとコロナの影響でいつ移住できるかも全く分かんないんですけど、本当に海外考えてますので、まあ、来年できたらいいに越したことはないんですけど、ちょっと難しいかなっていうのはちょっと思ってるんですけど、その辺のことも本当考えていますんで待っててください。はい、そういった形になります。そしてこれからね、またいろんな動画出していきますので、ぜひ引き続き応援してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.